はいいどうもオクポンでございますただいまですね、話題になってるのかなとは思うんですけども、テレグラムのご紹介をさせていただきます。で、今から名前をね、変更させていただきたいと思うんですけども、その前にですね、この画面までどう行くのっていうお話なんですけども、まず、テレグラムをインストールされた状態から開く。 で登録もね、最初のナンバーコードを登録した後のね、話ですね。で、インストールをされた状態でアプリを開けます。で、左の3本線をタップですね。えっ、ー、と、3本線、なんだろうな、あー今、通知がね、えー、バンバン来てるんですけど、左上ですね、通知今あー、5個、6個ありますよね。で、6個のその下のね、3本線をタップしてください。で えー、そうすると、この画面になります。で、今、ポーンっていうところから、電話番号が載ってたんで、あのー、いたずらされるとですね、えー、参っちゃったなーっていうことにな,ならないように、まあ、私がね、画像編集技術がないので、こうしたんですけども、で、この画面になります。を、若干上に上げた状態ですか。で、今の画面ですね。で、ここから説明をさせていただきます。 えっとー、これでですね、今度右上の7の右ですね、にある3本点、縦から1、2、3、3本点3つありますよね、3つ。で、これをタップ。で、そうするとエディットネームっていうのがあるんで、まあ、ログアウトの上のエディットネームをタップ。ね。で、7になってます。で、これで私、オクポンなんでですね、 まあ、ファーストネームがポンさんになるんですかね。で、こちらがセカンドネームが奥さんになるのかな。で、これでね、ポイッとやります。ポン奥、ね、名前が反対になりましたね。っていうところでもう一度、反対にしましょう。よいしょ。で、ポンさんね、よいしょと。 ねえー、上のレ点でも官僚でもどっちでもいいですね。右上と右下に官僚とレ点がありますからけど何ていうのかなダッシュっていうのかねよくわかんない。でこれこう取ってみるとですねポンと奥の間のねスペースとその確かに名字と名前のその間のスペースってあるんですけどこれの間が変だというところでこれ一回試してみたんですよね。 でもこう、やっぱりやってみないと分かんないってことで、これをね、半角を開けちゃう。ね。ほーら、ね。バランスよくなりました。っていうところでですね、今回、テレグラムの、その、名前の変更という動画をさせていただきました。まあ、皆様ですね、これでガンガン、LINE みたいに承認とかね、申請とかってわけわかんない、追加とかないんでね、本当オープンな、半オープンになるのかなっていうメディアになりますんで、 えー、メディア ?SNS になりますんで活用してみてください。もう入りたいグループにバンバン入ります。はい、よろしくどうぞ。